はい、ではね、まず最初にこちらのね、この部分ですね、下のこの部分に松を入れます。松もこうあんまり長いと差し込みにくいので短くカットして、この間に入れ込んでいきますね。この時にこのままだとね、実はこれ刺さりにくいんですよ。ここすごく刺さりにくいんですよね。硬いんですよね。なので少しこれね、こう大根締めをこう、ねじりを少しこう甘くしてあげると刺さりやすいんですね。ではやっていきます。あんまりこう入らない場合はマイナスドライバーとかを使って少しこう間をね、間を空けて入れます。こういう状態ですね。ここに松が入りましたね。そしたらここの脇のところとかにも小さい松を入れていきます。小さいっていうのは本当に小さいこういう松のことですね。はい、このように松が入りました。はい、したら次にですね、この上のね、この部分ですね、この部分にも松を入れます。これはこのしめ縄のここの紐の紐っていうかこう縄のねところとかに松を入れ込んでいきましょう。今回硬いな。ドライバーを刺して入れて、はい、このようにここに松が入りました。そしたら次にこのね、南天の実をここの松の下の部分にね入れていきます。これもやっぱりこのしめ縄の隙間に入れていくんですけど、松よりはね割と簡単に入りますね。こういう状態ですね。こういう状態になります。そしたらここにこういう小さいね南天の実をこの上の部分にも入れていきましょう。なんか真剣にやってるから見えてないか。こういう状態ですね。そしたらね、こういう市販されてるこういうねお飾りみたいなのなんですね。こういうワイヤーがついたこれをこのお飾りの中に入れていきます。まあ大体このワイヤーのこういうふうにここの何でしょうね、ついてるところのすぐ下をこうちょっと曲げてあげて、で刺していくとちょうどよくなります。これはもう本当に鉄なんで刺さりやすいです。このしめ縄に刺しちゃうんですね。取れちゃって。マジかよ。なんだこれ。全然ないじゃん。はい、そしたら次にこういうねちょっと市販されてるこう正月の飾りですね。こういうのをお飾りにつけていきます。で、これはちょっとねこうワイヤーを通してあげてで、こういうワイヤーで縛っていきましょう。しながらやるのがすっげえ難しい。はい、このようにつきましたね。まあ、こんなね芸集なんて書いてあるようなものもつけると可愛いですね。はい、こんな感じになります。そしたらこの上にねもう一個水引きをつけていきましょう。やっぱりお正月飾りはねちょっと派手なぐらいがいいんですよね。まあここまででもいいんですけど、ちょっと派手好きな人は水引きをちょっとこうやってねループにしてあげて、これワイヤーで留めます。はい、水引きがつきました。これでね完成です。ちょっとというか引いてみてみましょうか。はい、なんかこううまく置くところがないんで、僕が持って紹介します。こちらですね。こちらが完成作品です。どうですかね。まあちょっとこう派手めですけど、これねお正月飾りはねちょっと派手めが、さっきも言いましたけどお正月飾りはちょっと派手めがいいと思います。でこのねなんだオーナメント類はもう皆さんの好きなものをねつけるとどんどんこう飛躍して可愛くなったりかっこよくなったりしていくと思いますので、それは好きにやってください。このベースをもとに、まあちょっとね今ね一つこう提案をしてみましたけど、皆さんのオリジナリティあふれるねお飾りができるといいですね。こうお飾りとかリースとかってこうやっぱり自分の手作りがいいと思います。っていうのがこうお家に帰った時にねこうそのお飾りを毎日見るわけじゃないですか。リースもそうですけど、そうするとねすごいちょっとねこう嬉しい気持ちになるんですね。なのでぜひね、お飾りは自分で制作してみてください。ではね、今日はこちらのちょっと派手めのお飾りを紹介しました。次はね、多分お正月のアレンジメントとかを紹介していくことになると思います。ではまだね、今年も数本皆様に動画を紹介できると思いますので、ぜひお付き合いください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time.